泉国は日本の地方行政区分である両政国の一つ、機内に属する。もともとは泉一字で表記された。泉の国名は和道六年の諸国軍合命直行事例により、国名を二字にする必要があり、刑事の和を付与したものにしたためで和は読まない。現在の大阪府泉市の氏名は、かつて市内府中町に国府があったことに由来する。俗に本記によれば、 霊気2年3月27日に、河内国から、泉郡、姫郡を先、き、さらに同年4月13日に、同国大鳥郡を合わせて、泉館が建てられた。岩礁天皇の離宮がこの地に造営されたことが、国史ではない館という特別な館史の設置の理由で、あるとみられる。国と異なる特別な機関ではあったが、この時期のものとされる木館に、泉国泉とあるものが見え、 領域名称としては、この当時から、泉国と呼ばれることがあったようである。その後、天平12年8月20日に、泉館は廃止されて、河内国に戻されたが、天平商法九歳5月8日に再度分離して、泉国が設置された。日本気略によれば、天朝2年3月30日、摂津国から上る、西西、下良、住吉の四軍を、 泉国に編入しようとしたが、地元の反対があったため、同年うる7月21日に、取り留めとなった。明治4年に、摂津国との境界が、境大正路、長岡井道から大和川に変更された。小立山公園に立つ、国府町市被告府所在地を記した文献は次の通り、国府跡は、現在の大阪府泉市府中町の府中遺跡とされる。い国内には、 掃除だけで、天寺は設置されなかったと推察されている。縁起式内社、縁起式新名帳には、大こそ一座一社、勝社六十一座五十二社の、計六十二座五十三社が記載されている。大こそ一社は以下に示すもので、名神大社である。そうじゃ、一宮家国府のそばにあったが、室町時代に、境に移った。泉国内にいて、北部は、全北、南部は、 戦南と呼ばれる。明治期の開廃、編集旧泉国の地域は、戦北と戦南に分けられる。なお次の地域は、河内国に属した。また次の地域は1871年まで、摂津国に属した。戦北編集戦北地域には、任徳天皇陵がある。旧大鳥軍旧泉軍戦南編旧南軍旧姫軍現在では、 山崎地区も含めた岸和田市南を先南と称することが多い。泉守鎌倉幕府室町幕府、戦国時代初期江戸時代の半八8 7 0年に、大見三上藩知事であった遠藤種木が陣屋を、ひねぐ吉見村に移したことで、吉見藩が立藩したが、翌年の廃藩知見により廃藩。江戸時代以前、編集江戸時代、編集。ありがとうございます。